さあ、で始まりました、もちチャンネルさあですね。もう夜中ですけども、はい、今ね、会議が終わって、いよいよ、明日、ただいび復活でございます。はい、1時半かな、今。はい、もう過ぎてますね。1時40分ですけども。はい、明日、ただいびがいよいよ復活するということで、いろいろと今ね、決まって、まだただ、ほら、チャンネル触れないんで、1月8日からなんで、いろいろ何の動画をね、いつ出すかみたいなね、この話し合いをしてて、今、こう、決まってたんですけど、実際見れてないんでね、その、出来上がってきた動画とかも見れてないし、それをどうするかとかも見れてないですし、もともとね、10月に出る予定だったと思って撮ってたんで、僕なんかもね、動画ね。だからそれが結局出なかった状況なんで、それどうすんだとかね。だからもう、ただいまの動画で、出す予定だったけど、もう結局無理だったから、うちの動画で出さなきゃとか、いろんなのを決めていました。はい。やっとですね、本当になかなか大変でした。わー、ね、それ決まってからいろんな誹謗中傷も来たし、いろんなのが本当来ましたよ。でもまあ、動画をね、守って、たのにすごい言われるわけですよね。そんな勝ったのお前じゃないんだからとかもさ、言われるわけですけど、いや、僕が言ってなければ勝ってなかったんですかね、そもそも。まあ、エディプランニングという会社がね、買っていただいたんですけども、エディプランニングは競りですから、こう買えるか買えないかっていうところで、ね、そんなお金は出す必要ないんじゃないかっていうね。まあ、だからこういろいろ会議の中でわざわざ 値段をね、上げる必要はないんじゃないのっていう話だったんですよ。で、実際だから僕らは動画なくなるようにしてたんで、他のところが買った場合は僕らの動画なくなるっていう風にもう出してたんで、そのなくなったんですよ。それでなくなるっていう状況で、そうか、じゃあ本当に僕の動画もなくなっちゃうんだな、僕に権利なんかないですね。まあ、わかんないですけどね、そこのね、新たに買ったところと交渉してたのかもしれないですけど、あ、もうなくなるんだっていうとこまで行ってたわけですよね。だから、いろんな人の動画がなくなるんですよ。いろんな人の動画がもう取り下げますっていうので行ってて、で、買い取る側の会社もそれを知ってる状況で、お金これだけ出しますっていうのをやってたわけですよ。本当になくなる。で、その時にやっぱこれがなくなるっていうのは、まあ、耐えられないというか、なんとか救いたいと思って、僕は説明したんですよ。動画には価値がある、チャンネルというものには価値があるんだっていう話をして、それによって、そのエディプランニングのね、方が動いてくれたんですよ。だから僕があそこで価値があるんだっていう話をしなかったら、なくなってたんですよ。それなのにお前は関係ないとかってね、なってるんですけど、いや、僕が喋らなきゃ、あのチャンネルはもう今頃別のところに渡って、動画も僕の動画もなくなってたんですよ。僕だけじゃないですよ。いろんな先生の動画がなくなってた。総先生の動画だってなくなってたわけですよ。で、だからお金は、ちなみにその時に僕は出しますからって言ったんです。僕はもう何百万でも出すんで。それで、そこでグワンとね、上がったんですよ、値段。ね、出す額をガンと上げたん、ね。一気にですよ。一気に上げて、で、買い取れたわけですね。買い取れたけど、でも権利は8日だから。はい、8日までは僕は触れないですから。っていう状況で、だからそうです。僕は、ね、今でも言ってた。さっきの会議でも言ってた。僕は出すと。お金を出すんだって。ああだこうだ言われるから、これぐらい出すのはどうですか、これぐらい出すのはどうですかっていう話をしたんですけど、やっぱりそれで権力がついちゃうと、僕に。そう、だからこう、平等じゃなくなっちゃう。だから出資した人とやっぱ出資してない人がいるわけじゃないですか。だから他の先生たちと一緒にやっていく上で、僕はその偉くなっちゃうみたいなのはちょっと、うん、あんまりよろしくないですっていう風に言われて、はい、だそうです。僕はだから、じゃあ、寄付口座に、ね、寄付口座作ったから、寄付口座に僕はその何百万とか振り込みますよって言ったんだけど、それもなしで、みたいなね。はい。ダメでした。なんで僕はお金を出したいと言っても、出させてもらえなかった。ということです。だからね、なんだお前金も出してないのにって言うかもしんないですけど、そうじゃないっていうことです。はい。僕は出したいのに出せないんですね。出すことができないっていう感じだと思ってください。前の動画出ててね、例えば買いました。今度出る動画にも喋ってるかもしんないけど、その時は本当僕は出すはずで喋ってますからね。そういう風になるんだと思って言ってたんですけど、いよいよ。復活です。動画が残った状態です。ただ、そんな状況であったとしても、まだいろんなね、先生たちとは話せてないんで、やっぱ11月8日になるまで触れないんでね、見れないんで、そもそも YouTube のチャンネル自体、どういう動画があって、どういう風にね、再生されてるのかとかっていうのも見えてない状況なので、そっから戦略を考えて、復活させなきゃいけないわけですよ。チャンネルを復興させる。で、よりによってですね、僕がアメリカ行っちゃうんですよ。あ、永久にじゃないですよ。この、しかまさかね、僕がアメリカ行くところまで、このただいび買収が伸びるとはね、思ってなかったんですよ。もう途中で行けるみたいな感じになってたんで、あ、じゃあ11月にアメリカ行こうと。ね、10月はそういう風になってるんだっていう感じだったんですけど、まさかね、ここと重なってしまうので、いろんな撮影ができない。
ていうのになっちゃうんで、それは本当ごめんなさい。ちょメモリーカードがいっぱいになったんで、どこまで話したっけ。そうそう、だからアメリカに行ってしまうので今週ですね。だから見事にね、被ってしまったので、例えば復活って言ってもう僕アメリカなんで、だから本当はいろんなね動画を撮っていきたいんですけど、とりあえず明日も緊急で1本、ね、撮るんで、それを出すことはできるんですが、その後しばらく出ませんので、そこをですね、ただ読みにしばらく出ないので、それが本当にすいませんっていう。一本は、はい、ただ読み側も僕側の動画も、はい、自分で編集してなんとかあげると思うんで、お楽しみにしていただければと思います。まあ、わかります。そのユーテラとね、一緒にどうするんだとかっていう話もやっぱ反対も多いので、クラファン、まあ最初はね、どうしてもやっぱユーテラのクラファンで支えていくことになるんですけど、そうするとね、もしやったらですよ、そのクラファンやったら、そのユーテラ見てくれてる人たちの支援金でただよびも支えていくって、で僕はそれいいことだと思ってたんですけど、それはどうなのっていうのもあったんで、そのただよびに支援したいのにユーテラにお金がいくのはっていうのは多分あるでしょうし、またユーテラで支えられるっていうのもどうなのっていうのもね、多分あると思うんで、まあまあそれはまあ一理あるなと思ってて、で僕も全然ユキオ先生もいいですよみたいな感じだったんですけど、まあそうか僕らはそのいいと思ってやってたけど、そうかそれは嫌なのかっていうのもあったりするんで、まあ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 分かれらなくはないですね。そうした方が絶対運営はスムーズにいくんですけど、まあわかんないです。この後例えびっていうものがどれぐらい収益があるのかっていうのも見ることになるんで、僕がその現実を見ると思うんで、でそのね、エジプランニングさんに買っていただいたんですけど、エジプランニングさんのがこう、まあ多分最初にね、編集費とか持っていくんでしょうけど、やっぱそれなるべくしたくない、なるべくもう最初から黒字でやりたいっていう話をしてて、だからそのね、クラウドファンディングだったりとか寄付口座っていうのはあったんですけど、それね、ユーテラのあるものを使えばって思ったんですが、なかなか難しいっていうことなんで、まあ、寄付口座はただ呼びで、クラファンは、ユーテラで分けてやるのかなとか、まあまあちょっと今悩み中です。ただ編集費ですね、僕はの授業動画の編集費を動かしてやるんで、その授業動画だけじゃないですか、誰かと誰かこうね、対談するやつとかそういうのも上がっていくと思うんで、その場合は誰がどうやるのかまだ、決まってないので、その辺は今後決めていくっていう形になると思うんですけど、そこもだからなるべく賄いたい、賄っても黒字である、で講師たちにも払えるし、で編集費も払えるっていうのを黒字で、でそれをやるのが難しいっていうのは分かってます。もうコメントにも来てましたよ、もうそんなどうせ無理なんだからやるなね、どうせ失敗するよって分かってます、そう思うのは。でも現にユーテラは最初はもちろん赤字でした。でも今は黒字なわけですよ。ユーテラって、そんな、あんな再生数でって思ってるかもしれないですけど、いや、毎月すごいよ。ユキオ先生のあのまとめ動画ってすごい長いわけですから、だからあれ、1再生1円以上ですからね、あの収益。月にほら再生数何十万とかって出てくる。再生数よりも収益の方が高いから、数字。でそれで今までのその赤字は全部取り返したんですよ。そう、だから毎月黒字で、もうすぐ多分最初の初期投資も取れるんじゃないかな。カメラのとマイクでと電子黒板で毎月払ってるのと、毎月編集の費用で払ってるっていうので、それぐらいは多分取り返せると思いますね。もう全体でも黒字でしょうね。まあ、だから月にもう赤字になることは絶対ないです。もうユーテラに関しては今よっぽどのことがない限りそれは絶対ないです。むしろ伸びていくと思ってますから、これからで、だからそれは先を読んでやってたわけね、僕は。だからその先を読んでた、その話とかをプレゼンして、でそれで納得してもらって出しますって言って買っていただいたので。で、また、大変です。もう、あのね、まあ、最初のただいま0から1にするのむちゃくちゃ大変だって、もう死ぬほど大変だったんで、まあ、それよりは、何かしらね、もうすでにあるものなので、うまくできるっていうところもあるとは思うんですが、ただまあ、なんだって関わる人の数が全然違うからね、その0、1の時とは。うん、その辺で、まあ、いろんなことは起きていくとは思うんですけど、just do it ですか ?just 、ね。やっていきたいと思いますので、本当に、応援の方はよろしくお願いいたします。はい、ただいまの方もですね、チャンネル登録、高評価、ちゃんと高評価するものがないかまだ、11月8日、明日ですね、はい、復活いたしますので、本当に大変です。もう、運営もたくさん考えて、もう手に入るけど動けない。で、手に入れたらすぐ動かさなきゃいけない。ね、時間が経てば経つほどね、チャンネルの価値下がっていっちゃいますから、もうすぐに動かさなきゃいけない。でもまだ決まってないこともたくさんある。そういうね、なんか辛い中でこうみんな動いて一生懸命やってくれてますので、ぜひともね、見ていただければと思うんで、ほんと総先生今もうほんと頑張って動いてくれてますんで、まあやっぱ講師たちをね、これからまとめていくのは総先生ですから、ヘッドマスター、嫌な響きだな。プリンシパルにしてくんないかな、アメリカ英語で。校長。なんかホームページとかもね、新しくなるって言ってたんでね、そう動画とか見やすくね、したいと思いますんで、じゃあどんな動画が出ていくのか
楽しみにしてもらえればと思います。はい、またね、こういう風にしたらいいんじゃないかとかってあったら、はい、ぜひコメント欄でお聞かせください。拍手をありがとうございました。 Thank you for watching.